はい、どうもシリュウです。今回は、情報修正されたあんこもん料糖築地魚菓子3代目の方のあんこもん料糖の方を、ピックアップしてやっていこうと思います。この計略武力本人の武力上昇値がプラス7からプラス8になりました。これによって、自身がプラス8の、兵力上限超えて7割回復か速度 1.5 倍速のどっちかで、それプラス味方に武力プラス3の号令という効果になりました。でこのカードのやばいところですが、まあ武力プラス8で上限超えて 70% かもしくは、速度 1.5 倍のどちらか、これってもう四季五の超絶強化相応の性能あるじゃないですか。なのでまあ、この計略自分に超絶強化打ちながら、味方に号令の効果をかけれるみたいな、そういう考え方した場合四季五相応の超絶強化に残りの四季一で味方に武力プラス3の号令打ったと思えば破格の効果じゃないでしょうか。そんな感じで僕はこのあんこもん料糖かなり強いんじゃないかなと思って注目しております。で、このカードの特徴ですが、まあ、本人が武力7の2コストなんで全体的に素の総武力を高く作りやすいですね。なので今回は、そうですね、昔で言うところの弓連環デッキみたいな感じの素武力を高くすることで、弓兵でラインを上げやすくして、でそこから連環だったり、回復計略だったりの選択肢を用意するみたいな、そういうのを意識した構築をしております。で総武力が高い分進軍相手には開幕は絶対取りたいというところですね。やっぱり総武力高いデッキの強みって開幕取れるところなんで、開幕弱い系統のデッキに対してはまあできれば開幕内乱一発取りたかったので、そうですね、25% リード取れたのでかなり開幕いい感じにできたんじゃないかなと思います。で、内乱は止められそうですが、相手の次のカウンターに対しては、こちら主教復活カツカツつけておりますので間に合いますね。結構主教は武力8で復活主効果復活持ってるんで、ああいう投げ捨てるような使い方もできるっていうのが強いカードだなと思っております。相手は老主の大号令、これは効果時間が長めなのでできれば早い目に処理したいところ。でこちら両党チョイスは赤で、赤の方は、兵力7割回復上限超えて回復します。これ武力上昇値ほんと1上がったのってめちゃくちゃでかいと思うんですよ。本人がもうこれだけ兵力あるんで、で自分自身の正気が主効果兵力の副効果兵兵で固定なので、それのも込みでいけばかなり兵力回復が大きくなりますね。で、両党の効果時間はこれでも8カウントあるんですが、やっぱり老手が長いんでちょっと効果時間差で削られちゃいましたね。ただここは両党の兵力が12分にあるので弓兵も上がってこれますし、ここの内乱は取れそうといったところ。で、両党が兵力あるのでここはちょっとでも工場を取りに行ってリードを広げに行きたいという感じですね。特に、芝エンドデッキは、終盤まあ半分リードしてても平気でまくる力のあるデッキなので、もう取れるところまで取っておいて、あとは相手の芝エンの、そうですね、赤だろうと青だろうとはっつかれるとやっぱ状況に応じてすごい強い選択が取れるデッキなので、できることであればここ、もうこの攻めで最後に時間的になりそうなので
ここはもうがっつり守りに徹してという感じでしょうか。で、こちらもう一度両とチョイスは赤で、これで相手はただここまでライン上げられてしまった以上芝園は典型を打ってきそうで、相手は芝園、チョイスは青、典型の方ですね。でこれが、武力プラス12、これここまではっつかれるとちょっとまあ効果時間そこそこあるのも込みで、厳しそうなので、ここはこちら5軍の大攻勢を打って、で、もうこれ男の維持まで入ってもいいかなというような状態でしょうか。で、両党が、兵力酷使して、突撃もらってしまって、これ主教に突撃入りますが、ここは男の維持で、縄文だけとにかくがっつり守っていって、ちょっとこれ左の関東が帰れるかどうか、関東は帰れない、この内乱も入ってしまいそう。ただ 2.5 コスやりで芝居が高校校なので中央は絶対止めたい。そろそろ切れる、あ、ここで切れましたね、相手が切れて。ただここ内乱点灯しっぱなしだと、相手が再起即軍からもう一度なだれ込んできた時に、もう一発内乱入りそうな分があるので、できればここ内乱は急ぎ止めたい。主教の残りの効果時間で内乱が止まって25秒というところで、再起の方指揮即軍、これで相手は即軍をフルに活かせる形になりますね。でこちらとしてはもうちょっとでも、周囲を高い状態に保持して牛歩の刑を打っていきたいというところですが、ギリギリのところで間に合ってしまう。で芝園がチョイスは赤、これで、敵の計略効果を受けなくなる効果があるので連冠は打てなくなりましたね。で周王は慌てて戻って守りに徹して、で、ここで両党チョイスは三度赤、相手が速度上昇ついているので、これはもうどこを守るかしっかり見定めていきたいという感じ。守るなら当然中央の芝居のところ、芝居の向上さえ防げればというところなので、芝居に両党でくっついて守りきってゲームエンドという感じです。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。